社会がわかる第三文明社のポッドキャスト、新宿1丁目23番地の第三文明社からお送りしています。お相手は花房はじめです。さて、今回は2023年4月に発刊された大統領から読むアメリカ史についての魅力をお伝えします。担当編集者のつくるさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、この本なんですけれども、はい、魅力をぜひちょっとお聞きしたいなと思いまして、はい、この本の魅力は、はい、まさに大統領から読むっていうふうに書いてある通り、アメリカの大統領、はい、今までの初代から今のバイデン大統領まで全大統領が載ってる解説書っていうのは今のところないんですね。なるほど。大統領を知る上で、またアメリカを知る上で、この大統領全員のことを知れるっていうのも非常に大事な点かなというふうに思います。はい、それとこのアメリカ、最初はですね、西海岸、東海岸ですね、東海岸の独立13州からだんだんと西側の太平洋のある地域まで拡大していった歴史があります。はいはい、その領土を拡大していった地図なども章の各章の最初の方に入れていて、地図を見ることで歴史がどういうふうに領土が変わっていったのか、また年表も付記しておりますので、それでアメリカの歴史についてもおまかに知ることができるっていうふうなのがこの本の魅力かと思います。加えて言えば、はい、これ大統領から読むって書いてあるんですけど、はい、大統領以外の方も載ってるんですよ。あ、そうなんですか。代表的なところで言えば、皆さんよく知ってらっしゃるマッカーサー。はい、なるほど。その意味で、我々の僕たちにとってもですね、馴染みの深い人が出てるっていうのも、興味が湧く内容かなというふうに思います。マッカーサーの生まれとか育ちとかっていうのはちょっと初耳というか、意外に知らないですよね。そうですよね。日本にこのタラップを降りるあの瞬間の写真だけみたいな。そうなんですよ。なるほど。だ、結構ちょっと、勉強になるというか面白く読める、そうですね、ですね。はい、この本を書かれた箕原俊博さん、はい、どのような方なんですか。はい、箕原俊博先生なんですけど、はい、神戸大学の大学院教授をされてまして、はい、日米関係、国際政治、安全保障を専門に研究をされてらっしゃる方なんですね。はい、で、日系アメリカ人であると、はい、なのでアメリカで育って、そこから日本に留学をされて、いるので、その意味ではアメリカの方の感覚で、書かれながら、言われてる、喋ったり語ってることができると。なるほど。この間会った時には、関西風アメリカ人というふうに、そういう言われ方をですね他の方からされておりました。なるほど。アメリカに、長い期間おられたっていうことで。そうですね。アメリカ人の感覚を、感覚的にはもうアメリカ人の感覚なんですけど、関西にも長くおられるので。なるほど。関西風アメリカ人なんだっていうことを言ってらっしゃる方がいましたね。面白いですね。じゃあ、ちなみになんですが、はい、編集者のつくるさんがこの本の中で出てきた歴代大統領の中で一番気になった方はどなたでしょうか。ですね、有名なところはたくさんいるんですけれども、特にちょっと気になったなっていうのは、ジェームス・ノックス・ポークっていう、はい、第11代の大統領がいるんですけど。いつのぐらいの時代の方ですかね。第11代なので、1800年代だったかと思うんですけど、まだですね、アメリカの領土が太平洋に行ってない頃。なるほど。の大統領なんです。で、当時ですね、アメリカっていうのがもともと政党政治、政党を作ってなかったんです、最初のアメリカっていうのは。そこからだんだんこの奴隷制だとか、はい、いろんなことの、意見の相違があって政党を政治化していくんですね。その中でジェームス・ノックス・ポークさんは無名のダークホースだったんですよ。大統領出馬するときに一期のみで辞めますって言ったんですね。大統領自体は今2期8年が通例になっていて、今は2期8年しかできないっていう風になってるんですけども、これはジョージ・ワシントンが作った最初の慣例なんですが、はい、当時は2期やるのが当たり前というか普通、出るでしょうみたいな感じだったんですが、
このジェームズ・ノックス・ポークさんは一気で辞めると明言をして大統領に出馬すると、はあ、そのおかげでいろんな政敵たちが扱いやすいよねと言って押し出して無名だったのに当選するんですよ。この人だったら一気で辞めるんだったら、まあ、とりあえずつなぎでやらせられるよねみたいな、そういう、まあ、政治的に使われるような側な人だったんですね。にもかかわらず公約で掲げたまあ、アメリカの領土拡大、それともう一つはカナダと、まあ、当時はイギリス領だったカナダとの国境を明確にして割とアメリカに有利な方向に持っていくよっていう公約、この2つをしっかりと実現をして有言実行してんですね。なるほど。たった4年でそこまでやっているっていうことも評価できる大統領かなと思います。ちなみにこの大統領ポークさんは、アメリカでは一番アメリカの領土を拡大した大統領として有名なんですね。あ、なるほど。その意味で僕ちょっと気になってましたね。なんか西海岸のそれこそ今カリフォルニア州があるようなところっていうのは昔はメキシコだったんですね。そうです。メキシコ、まあ、もっと詳しく言うとスペインだったんですよ。なるほど。スペインの植民地からまあ、フランスとかもそこに入り乱れて、ええ、メキシコが入り込んだりして、でいろんなところにこう植民地としての領土問題があるわけですね、はいはい、それを最終的にはメキシコ、当時はですね、最後はメキシコの領土だったのをアメリカが戦争を仕掛けて、そこで領土を買うと。で、戦争を仕掛けたのにすごいなと思うのは、はい、帝国主義っていうのを嫌うので、はい、アメリカ領土を拡大するときちゃんと金払うんですよ。戦争で勝ったのにお金を払って領土をもらうんですね。そうなんですね。だからアメリカっていうのはこの箕原先生も言ってますけれども、はい、民主主義の大実験国家なんだと。あ、民主主義ってどれくらい続くのかなっていうのを実験してるんだっていうふうにおっしゃってまして、まさにこのアメリカは250年続いた人類史上唯一の民主主義国家なんですよ。なるほど。250年続いてる民主主義国家他にないんです。なるほど。今のヨーロッパを見ても全部帝国主義やらいろんなところから民主主義に今なってるだけで、はい、これが続いてる国家というのはアメリカしかないんですね。なるほど。その意味でも知るっていう意味ではこの本は面白いかなと思います。はい、とっても勉強になりました。ありがとうございます。今回は大統領から読むアメリカ史について編集者のつくるさんとお伝えしました。このポッドキャストでは皆さんのご感想ご意見を募集しています。ぜひお寄せください。それでは今回のポッドキャスト、この辺りで失礼します。お聞きいただきありがとうございました。